買い物に行きましょう。レッツゴー。上なんだな。あ、そっちか。ね、風船この木、風船ですね。ちょっとグロい。うん、あの集合体恐怖症とかの人はね、ヒーってなりそうやな。何買おうかな。2個買えるの。いや、1個、2個買うか、33買うか、ね、33買うか。チャージ、いや俺チャージが良すぎるからな。もうチャージとそれで十分。チャージすごく強い。オートゲージ、いやダッシュ無敵が強すぎるからやっぱり俺これにしようかな。じゃあ、おお、一回つけてみよう。コーヒー、あ、出た、シャープなパリーアタック。最初のパリーで普通の敵にも攻撃できる。最初のパリーで、パリーで普通の敵、うん、パリーパリーって言って攻撃できひんけど、一体だけパリーで攻撃できるってことなんかな。ああ、え、これじゃあ使おうかな。ウェットストーン、あ、ツインハート。2つ増える代わりに攻撃力、あ、もう少しだけじゃなくてがっつり下がるんですね。ねえ、どうしようかな。もう攻撃は増えないのかな、手段は。じゃあそうだです、うん、そうだっすね。そうです、そうです、私が変なおじさんです。そうです。どうしましょう。おシャボン玉、いや、もう普通にその増やしたら、あなたのピンクシュガーであったりコーヒーを買って。ああ、なるほど。そうそう、じゃないと増えないからね、うん、コーヒーだね。そうそうそう、それでじゃあグッバイグッバイ。でもさ早速僕も取った。パリーパリーかな。シャープナーをつけてみようかな。なんやこれ、物騒。斧別に煙玉でいいです。私これ最初のパリーっていうのはそのステージで1回目だけやったら笑うけど、あ、それそれはないでしょ。めちゃ腐るくない。それはないでしょうからね。さすがにね。どこかな、上にまだ、あ、うん、おや君たち、僕のちょっとしたテクニックを見ていかないかい。なんか不穏な竜の声みたいな。ジャグリングってちょっぴりパリーに似ているって言われているんだ。はい、いやいや、ごめん、そっち押してる。最初難しいけど。いつか僕も4連続でできたらいいな。はあはあ、え、4連続パリー ?4 連続。そう、それができたらすごいよね。なんかあるって言ってくる。え、もう一個あったやでしょ。もう一個前になんかあったでしょ。なんかありました。なんか鳥かごみたいなのあったでしょ。鳥かごっていうか、あの、なんていうのかな、あれ裏道使っていくとこですか、もしかして。あ、そう、あの、こっちの、そっちです。そうです、そうです。あ、これか、なんていうの、これ行かないと、巣箱みたいな。さっきこれだ、彫刻事 件、大鳥わしのすけ。大鳥わしのすけ。大鳥わしのすけと戦うんですか。急に日本的な名前の人になりましたね。言語の名前なんていうんやろな、ウッドペッカーとか。おお、ハトドケ、これですか、飛行機だ。これパリーじゃいけるのかな。オノパリーで、オノパリーで攻撃ってどういうこと。なんか最初のパリーだから、後ろから来たよ。なんて焦らせる BGM なんだ。おいたー、死んじゃったよ。こういうことでしょ。狙いすぎて。わしは空の支配者や。あらわしも恐れるところ、わしは飛ぶんや。ちょっと、わいは猿や。ガッチガチの、ガッチガチのおっさん来たけど。プロサルファーゴールや。まあ、例によってでも、避けるときはチビでやっぱり避けた方がいいですね、後ろから。うわ、危ね。チビで避けて、チビで避けて、チビで避けて、ボンボン、あ、ちょ、あ、外した。押すボタン、あ、ペッポボム出ねえな、チビで避けて、にゃ、これやべ、見えないわ、あー見えない。なんか密度が、画面の密度がすごいね、敵の、あ、ごめん死んだ、ありがとう。見えないわ、あと硬い、思ったより敵が硬い。あの、なんせ釘を、あ、ごめん死んだ。パリーン、ナイス、パリーパパパパリーン、パリーン、あ、お、いっけー、す
おー、怒ってる怒ってる怒ってる。あ、なになこれ当たる、絶対当たる、チビで避けた、チビで避けた方がいい。あー、ごめん。あー、無理だよ。さっきょ、わしはその支配者や。あら、わしも飛べるぞ。わしは飛ぶんや。プロサルファーゴールや。あんなコテコテのやついる？あ、はぁ、もう今の避けなかったらシュッて。避け意識高めでいきます。この卵じゃん、ヨッシーの卵。いやごめん、がむずいぞい。あー、あとちょっとい。いやごめん、生きてるじゃん。いや、あすま今パリ死に行ったのに。ちょっと一回死んでいい？ごめん、いいよ。変えさせて。俺ね、気づいたんです、このシューティングの時は、はい、コーヒーです。あ、なるほど。強いのは、なるほど、シューティングの時強いのコーヒーです。確かにダッシュ無敵。でもダッシュ無敵ってさ、あの適用されてるのかな、やっぱあのちっちゃくなった時、チビになった時って。あ、それ強いね。でもされてるんだったらやったら強いけど、どうなる、私は持ってないから。でもどちらにしても絶対オートパリーとか完全に腐りきるんで絶対ダメです。ハートか。そう、ハートも考えたんだよね。ハートかその忍者。避け芸だもんね。適用されてるんだったら忍者よ、うん、分かんないね、適用されてるのか。されてるかもしんないよ。やったら、うん、それ強いね。ねえ、避け芸なので、あのちっちゃくなった瞬間の、そう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 、が無敵になってる可能性があるってことですね、うん、マジでボムの使いどころさんがないよ。俺はもう常にこれでコーヒーで、あ、たまるたまるたまる。おー、すごいすごい。常にこれで避け続けながら、チビで避け続けながら、あ、ボム、常にボムを撃っていくスタイルでいいんですよ、僕は。ボムじゃないです、それ。ボムというか、あの、ボムじゃなくて、この、キラーをね。うん。キラー溜まるので。おいと。ああ、死んじゃった。ちょ。なんとか。オッケーオッケー。避けて、避けて。あ、もう2回来る。ヨッシーの卵が後ろ見た。わあ、お、あ、今無敵だったわ。やっぱいるね。じゃあ、ありでは。オッケー。ほう、これ避けゲーの開始。あえて助けれる。ここ十字キーでもいい。疲れてる。打ち時やん。うん、まだ意外とぬるっと動くんだよね。一度き。あ、おい、もら、あ、でもまだ。あ、じゃじゃじゃ。助けて。疲れてる。ハゲになるで。そんなに。え、それなるんじゃない最後。やっちゃった。オッケー、助けて。まだやんの？あいた。あ、ハゲになった。やっぱハゲになる。子供がやっぱ最強か。お前が本体だったのか。いや、前に行かないといけないんですよね、これ。うん、あ、じゃあ助けられない。失敗。サイキッカーやん。サイキッカーやん、子供。あれ、帰省してたんじゃない、母鳥に。なるほどね。あれね、何やったっけ、何タクラン、うん、うん、なんかな、わかんないけど。ずるい、私たちもさ、あの、まとわせたいよね。まとわしたい。自動で、あっ、ボムなんかより、あの、自動で攻撃してくれる、あの、ツインビーの。そう、あれ欲しい。ツインビーじゃないや。グラディウスの、あれが欲しい。やばい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 。
手汗がすごい。頑張れ。よく生きてるな。オッケー。お、倒した。まだか。子供の次は？あ、運ばれてる。お母さん。くとばれよ。心臓出てるけど。ドクターマリオ。ほんまや、毒マリだ。貫いてる、貫いてる、貫いてる。パクパクしてる、めっちゃ。あの、リンゴ、パリーかな。うわ、コーヒー豆。やばいやばいやばい。やばい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 。やばいやばいやば。やばい。ああ死んだ。わしの羽は剥げ落ちたかてな。お前らはまだまだ嵐の中やで。東京行けへんぞ、お前。おもろすぎる。そんなコテコテやったら。関西のローカルで生涯終える気か。吉本新喜劇に出てくるタイプの関西弁やで。ねえ、パチパチパンチやん。ちょっとちょっとちょっと。あー、失敗した。ポリシーとしちゃった。あ、出て。おーい、やい。この声めっちゃイライラするね。支配者もそんな必死になんない。いや、倒しきろ。もう許してくれ。来たわ。アンダーテール。力持ちのお父ちゃんとお利口さんの僕とで君らに2杯ともやっつけたる。やっつけたる。1杯2杯って数えられてる。なあ、カップやからかな。直線上に行かない。いや、いて大丈夫。ここでいい。直線上に行って、ちょっと上にずらすだけ。俺が、俺のとこ見て。ちょっと下にずらすだけ。そうか。なるほど。これ、パッポ。当たっちゃった。あー、当たっちゃった。あ、ごめん。ありがとう。うぃい。なんか、体力お化けやな。ねえ。お父ちゃん。使うね。君も使える。え、落ちたのに。いや、こっちで広げんのか、わかんね。オッケーオッケー。危な。左に行った方がいいね。はっ。抜けちゃって。危な。うん。使います。よしよし。あぶねえ。当たるとこだった。お父ちゃんね。お父ちゃんです。うん、どこにおったらいいのかな、これ。いや、これ当たり判定が。当たっちゃった。あいつに守られて、あのボム上から投げないと当たんないんだね。ああそうか、うん、上から下になるからボム普段使わなさすぎて。何ボタンって感じやけど。 R じゃない。 R 出ないけど。え、あの、あ、 L だ俺は。 L、 あ、オッケーオッケー。必殺技ボタン、うん、でもないんだけど俺は。あ、そうな。必殺ボタンは必殺技ボタンだもんだって。え、 L2。 え、じゃあ俺は L は何なん。 L 使ってない。何ボタン。あ、あの変更、武器変更ボタン。あ、武器変更ボタン。あ、そうか、武器変更して、あの言ってた、武器変更するからねって。武器変更したらボムだけになるんじゃ。いった。あ、ほんまや、ボムだけになるんだ。そう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 。あ、ごめんごめん、話。だからあのお父ちゃんはボムで倒さないといけない。じゃあその時になったら切り替えて、切り替えてボムで上から振り下ろす。そうしよう。OK、生き返るで。うん、はっ。あ、ごめん。あー、ごめん。ボタンを間違えたせいですね。必殺技は R。 使うボタン多いよね、このモードの時。多い。多い。
ピオちゃん。楽しい BGM だな。よく入れれないか。ごめん。選択ミス。今回下手。ほっ。オッケー。ちょっとピオちゃん残ったままちょっと。簡単だ。開いたときに入ったら、ね、待って、待って、危ねえ。避ける避ける、パリーより避けるぜ。上、うわ、パリー、パリーだ、ズルだぞ。死にすぎるのは怖いな。でも、あー、これ、そっか、あぶ、うん、パリーできる分には全然大丈夫だ。右に寄ろう。しゃあない、当たらなくてもしゃあない。あれ避けてから左に寄ろう。ちっちゃくなろう。オッケー、オッケー、オッケー。やったー、イエーイ。うーん、なんか味付けされてる。やば、ともぐいじゃん。弱肉強食、怖い。お父ちゃん打ち取ったり。よしよしよし、ワイが猿や。ワイが真の猿や。鳥やけど、あ、長かったな。体力、ね、体力お化けだな、お父ちゃん、ね、ビッグダディって感じやった。それが俺のやり方だから。やり方や。関西弁やったから。あ、なんて名前やったっけな。ジャパン、あ、虹の橋、大鳥わしのすけ。おもろい。わいが猿やって感じやった。わしのすけや。なまりの演出なんかな。そうかもしれん。うん、